はい、皆さんこんにちは、こだまです。今回のプラレールでバトル第10回大会やっていきたいと思います。電車同士の熱い戦いプラレールでバトル、こちらの企画10回目を迎えることができて私もすごく嬉しいです。さあ今回のまず第1試合から見ていきたいと思いますが、おっといきなり大きく展開していきました。リニア、都営浅草線、そしてドクターイエローが脱落していきました。この第1グループ、個人的な注目はやはり DD51、それから初出場のドラえもんトラムとなっておりますが、おっとそのドラえもんトラムと DD51 が相打ちになる。そして桜トラムやられて決勝進出、この2名が決定しました。さあ早くも第2ゲームでございますが、こちらの試合はですねどうなっていくのか。あといきなりサフィールちょっとやられている。さあそこヒエが倒していきました。さあデートは自爆してしまったか、いやロマンスカーにやられた形ですね。ロマンスカーにやられていった。さあ残り6台ですかね。6台で、おっとビースターカー強い。ビースターカーやはり攻撃力を持っている。さあそしてそれぞれがお互いの距離を保ちながら、さあ電車たちのソーシャルディスタンスから迎えていく。再びビスタカー引き飛ばしていった。攻撃力を存分に発揮しているが、 KQ も倒していくのか。あっとここは相打ちになってしまった。決勝進出はこちらの2台です。さあサクサクと第3ゲームも見ていきたいと思います。ラピートが中央線にアタックしていったが、中央線耐えていきましたね。なかなか強いですね。そしてあっと期待のミュースカイがやられてしまった。これは残念だ。おっとラピート吹き飛ばされた。吹き飛ばしたのは阪急だ。阪急アルファ X もついでに倒していく。いやこれはすごい展開になってきた。阪急はかなりバトルへの登場久々なのでやる気があるのかもしれませんね。かなり久々ですが、おっとここも阪急盟友東西線をぶち飛ばしていった。これはすごい。さあそして長期戦になってしまった。かなりの長期戦の末、さあ残る1台誰が誰を倒すのか。おっと中央線勝っていった。さあ最終ファイナルゲーム決勝戦見ていきたいと思います。今回決勝戦ですが、残ったメンバーがこれまでとだいぶ顔ぶれが違うように感じますね。誰が優勝しても面白いんじゃないかと思いますが、おっといきなりハヤブサ、ハヤブサがやられそうだと容赦なく突き出していった。おっとハヤブサちょっとコース破壊をしているか。あっとここで中央線とある列車激しくぶつかってハの字で倒れてしまう。よしハの字で倒れた。あやっとやはりコース破壊が行われていたようだ。さあこれは運ゲーが、究極の運ゲーが始まった。そして運ゲー制していったのは101系か。さあ残るは最後は101系が吐きで倒していく。優勝、初優勝だ。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。